Let's do it. Hey, yo. はい、どうも皆さん、こんにちは。アルタです。アルタのダンススクールやってまいりました。イエス。さあ、今回ですね、こちらもリクエストをたくさんいただいております。代表お待たせいたしました。X よりですね、別居の氏のダイス完成でございます。いや、この前の動画であげてますけど、ムンビョル氏、同い年ですっていう話したんですけどね、別居の氏もなんと同い年でございますと。で、別居の氏は同い年で、かつ身長も同じです。僕も174センチなんですけど、別居の氏も174センチということで。まあでも本当にスタイルいいですよね。顔がちっちゃくて、もう手足長くてっていうところなのでね。はい、ラインナップまずこんな感じです。ダンツ。はい、もうね、本当に同い年のアーティストの方たちはもう心底応援しております。僕はもう頑張れっていう思いでたくさん見てるんですけども、もうね、なんといってもとにかく踊り方がむちゃめちゃ綺麗なんですよ。でね、あんまりこうすごいことをやってる風に踊らないじゃないですか。ダンスバーンみたいな感じじゃないんですが、よくよく見ていくとむちゃくちゃうまいんですよ。体の使い方だったりとか。で、あとね、骨格がすごく綺麗なので、踊ってる時が全てになんかね、ダンスの納得感があるんですよね、見ていてっていうところも含めて、すごいなと、うまいなっていう風に思います。で、お話によるとダンスを昔から習ってた方ではないと。これもまたびっくりっていうところですよね。見ていきましょう。まずですね、一番最初8秒のところですね。さらっと抜きますというところを見ていきたいと思います。さらっとね、ここ見ていきましょう。これがね、個人的にはもう、おやばっていう風になったポイントで、タンランタランタラララランっていうところで、ここで、右側にベッキョン氏がスッって動くところ、ここは歌いに入るところなんですね。ダンスの振り付けで言ったら、ドンダッタンラッタンっていう風に手がこう入っていくところに対して、手を入れない人の方向にこう分岐する動きがまさにここなんですけど、そこの分かれ道感がすごいんですよ。ふーん。うわっていう風に一気にスパって別居の下だけ離脱する感じがあって、ここのね、抜き方がね、素晴らしいんですよね。ここからスンって一個フって動く感じわかりますかね。これがね、センスと言いますか、ギリギリまで踊り続けてボーカルの方にヒュッっていう風に寄せていく感じ、むちゃくちゃ器用だなっていう印象がね、ここから出てきますね。あと14秒のところでさりげなくスピードコントロールというところがあるんで、これもね、見ていただきたいポイント。ここもなんですよ。すごくコンパクトな体の使い方をするのも上手くて、当ててから、ズンドゥっていう風に、ここ、トーンっていう風に上がっていくんですね。一個ここでグッと引っ掛けて、体引っ掛けて、下からもう一回上げていくっていう、この使い方、トーンっていう風にさせてる感じですね。こういうのって結構体のその筋肉、繊維たちをキュッて一瞬で絞って、クッてここで引き止めてからグーっていう風に持っていく質感なので、そういうのね、うまいんですよ。ダンスのうまい人って結構こういうことできる方たち多いんですけど、ペッキョン氏もね、そういうことできちゃうんですね。一瞬ちょっとブルっていう風に動く感じ、時空を歪ませるような感じが出せてるっていうところも素晴らしい。あのね、ファッションもいいですよね。水色が超似合う。ちなみにね、この水色はあるとダンススクールのね、トレンドカラーでもございますからね、ちゃんと合わせてきてくださってるっていうところね。ヘイ、あとストップも素晴らしいと。ここですね。タラララランっていう風に、音程全然違うんだけども、タラララランっていう風に来た時に、ここで一瞬ピッて止まるんですよ。このピッていう風に、この止まる質感も含めて、ストップの止め方ですね。このキュッっていうところで筋肉をまたキュッと締めるわけですね。お腹周りとか、この胸周りとか首筋肉使って、こういう感じでキュッて止める感じも非常にうまいと。しかもそれを歌いながらやってるっていうところで、うん、右手でこう包丁をさばきながら、左手で本読むみたいな感じですよね。あ、それはできるか。うん。はい。次はですね、31秒、さりげなさすぎる見せ方というところですね。ここね、別居の人の見せ方が超さりげないと。ここですね。右足で一回グンって踏んだの分かりますかね。この膝がちょっとギュッて風になったんですけど、これ踏むことによって一瞬なんですけど、体の中にストップを入れることができるっていうアクセントの付け方になっております。ここですね。ドンカっていう風に一回ここでアクセント取って、ここから体を後ろに持っていくっていう。
その後のターンも美しいっていうところですね。踊りの中に句読点がちゃんとこうついてるんですよ。すごく明確にここで今こういう風に撮って、この後次こうやってっていう、あのね、めちゃくちゃ見やすいんです、ダンスが。そこがポイントで、全部ドゥーンっていう風になるで、ワン、ツー、スリー、フォーっていう風にカウントでちゃんとこう踊ってるなっていう印象があります。ベッキョン氏のダンスが見えやすいのはなんでかっていうと、こういうささやかなポイントが多いからですね。散りばめられてるからこそ、止まるとこ止まって、動くとこ動いてっていう風ので、すごくクリアに見えてくるんですよね。こういう踊り方ができる人って結構ね、あの冷静に頭よく踊ってる人だなっていう僕の中では印象、めちゃくちゃにならないっていうところですね。からですね、41秒のしっかりアクセントというところを見ていきましょう。ここもね、やっぱ素晴らしいなと思った、ダンスに対するその姿勢みたいなところが見えてきますね。ここのところで乗ってますでしょ。これはてっ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 て風にみんなで乗るとこなんですけど、ここでうん、あ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 んっていう風にアクセントを後ろで当てながら撮ってるっていうところですね。あの結構全力で当てに行ってます。上に体が上がるたびに顔がブルッブルッって入れてるのがありますかね。ここでグッっていう風にやっぱヒットみたいなの入れてるんです。ドゥンドゥン、後ろ側に当てに行くような動きをしていて、ここで力をギュッて込めてるんですね。クリアになるんです、動きが。つかつつかっていう風に見える。からのですね、1分20秒完璧なスピードと見ていきたいと思います。ここですね。タラランタラランタンダダダダンっていうところで、ドゥンチャドゥンパドゥ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 ンっていう風に、ここ手をクラップさせたりとか、右側からクラップしてドゥ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 ンって言って下がる、ドドドドンっていう音を全部取りに行く、ここの速さまで含めて音がこうなるじゃないですか。ドゥンツタン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 タタンタタンとかっていうところの音を全部ジャストで取りに行くっていう、しかもスピードもちゃんと速いっていうところなんですよね。っていう感じですね。今の声があるとなんとなくわかるじゃないですか。なんとなく踊ってるんじゃなくて、音を後ろで鳴ってる音楽を全部取りに行ってるっていうところなんですよね。全部をジャストミートで取りに行くし、すべてにおいてスピードが速いので、全部間に合って取れるっていうところなんですよ。すごいですね、本当に。スピードコントロールが素晴らしいっていうところからの26秒のアクセントですね。この後今ここでターン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 ランハッっていう風に、トンっていう風に肩でヒット打ったのも分かりますので、ここのアクセントもなんですよ。一個一個自分の中でダンスの中に句読点をつけて踊る、これがベッキョン氏のポイントです。回る時の顔をギリギリまで残してから、ブーンと振ってって戻ってきて、ポンっていう風にアクセントで止まれるっていうところですよね。めちゃくちゃ見やすいんですよ。はい、からのですね、ネクストが1分43秒ですね。全部質感が良すぎると。あのね、全部質感がいいんですよ。ここチャヌル氏のラップのパートのところで踊ってますっていうところのベッキョン氏の踊り方が、チャヌル氏のそのね、ラップの質感とめちゃくちゃ合ってて、マットな感じを見せていかなきゃいけないポイントでのベッキョン氏、見ていきましょう。というところです。結構ラップも重たい感じになってくるんですが、ドゥルドゥドゥルドゥルドゥルっていうところに合わせて、ドゥンドゥカッタタンダタッタタンダタッタっていう風に、この乗るところのアクセント一個ずつ地面を多分結構力強く踏みしめながらアクセントを取りに行ってる。でこれもこういう感じよりも、ここにグッガッガッガッっていう風に一個ずつアクセントを取りに行ってる。でそこからこう落ちてくるところもなんですけど、ボンって踏んだ時に顔がちょっとブルっていう風に揺れますでしょ。アクセント強めにね入れてるんですね。ちょっとねゆっくりで見ていきたいと思います。ドン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 パーどん。ここでドンってやった時にほっぺたブルってなるでしょ。だいぶうんっていう風に力を入れないとこの揺れ方はならないんですよ。でここで前に出てくる時もはいはいっていうのもちょっとこう固く固く固く、左足にグッと力を込めながら前に倒れていきますからので、ここも乗る時にこういう感じじゃなくてグッグッグッって風に止めて乗ってる感じ分かりますよね。力を結構込めて、そこから最後にパンチしてドーンって風になると。声の質感に合わせた力強さが必要なパートで、しっかりと力強さをこういう風に見せることもできるんですよね。アクセントを取るよ、力強く踊るよという時と、滑らかに踊るよっていう時の質感のチェンジがね、むちゃくちゃ絶妙なんですよ。
ここのところなんてドーンっていう音が結構強めに出てるじゃないですか。そこに合わせてちゃんとドーンっていう風に取れるんですよね。音にめちゃくちゃ忠実に踊れる人ですね。はい、からのですね、男別居の詩と1分59秒見ていきましょう。もうここは素晴らしいポイントよ。ラブショット。この踊ってる時のこの振り付け、一応僕も昔ラブショット出したんですけど、超やっぱめちゃめちゃ参考にして、この別居の詩の踊り方もうかっこいいのよ。この手出した時の腰回す感じ、これね結構難しいです。やってみるとわかるんですけど、っていうところに対してしっかりとこのなーなんなんのこの表情を残したまんま、手もこのねガンショットやったまんまで腰をぐんぐんに回してくるこの感じ、もうね質感が絶妙すぎてやばい。でこのドンナードン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 っていうこの力強いパートのドンドンドンに合わせてしっかりと右左右って踏んでくるこの質感ですね。あのね、スローで見れば見るほど、ベッキョン氏の顔がブンブンに揺れてる感じがわかるんですけどね、それが超かっこいいんですよ。という感じです。踊れば踊るほど、ここのほっぺたが、って揺れるじゃないですか。もうこれがまさにベッキョン氏がいかに力強くパワフルにダンスを踊ってるか、力を込めて踊ってるかっていうところの現れになるんですよね。うわっ、はい、いや最高、ここのドンドンドン最高、せーのドドドドン、本当に素晴らしい。この B メロのサビでベッキョン氏が真ん中ドセンターで出てくる、そりゃそうですよ、この踊りができるんだもの。からのですね、歌が大変お上手と、2分36秒ね見ていきたいと思います。もう言わずもがなでございますと。歌がメインで出てくる方ですよね、ベッキョン氏って。やっぱりあの歌声がっていう、皆さんの中の印象として歌がまずメインで出てるっていうところがすごい。本来であればあのダンスができればダンスだけでも十分に注目を集められると思うんですけど、やっぱこのエクソっていうチームの中で、まあね、カイ君っていうモンスターみたいな人もいますし、セフン殿みたいな人もいますしっていう中で、ここまで実はマルチに踊れる人がいるっていうところ、このね事実、世の中がねこうどう受け止めるかっていうところですよね、皆さんね。からのですね、2分54秒うねると見ていきたいと思います。ここのね体の使い方が好きなポイント、ここよ。このねタタタタ来てからーってなるじゃないですか、ここ手を出すところなんですけど、こう引いて持ってきてこうなるんですけど、ここの体のうねり方がやばこのうねりですね、この傾斜角、腰の角度、この手、うわー手が綺麗、うわー手が綺麗、ここにズボン残したまんまこのクオリティを保つっていうところなんですよね。で、やっぱりこれが骨格の良さだったりとか顔の小ささっていうところにも繋がってきてるなと思ってて、サイズ感で言ったら174センチなんで本当に僕と変わらないんですけども、骨格がいいので、あと体の厚みもやっぱそこそこあるので、ここのうねった時のうねりの質感がやっぱすごく深いんですよ。カイ君みたいな大きい人がこれやった時のその迫力みたいなものすごくあるんですけど、同時に174センチっていうこの身長を持ってるベッキョン氏でもこのうねりを出せるっていうのは結構すごいことで、体格差によって身長差とかによってやっぱパフォーマンスの迫力って変わってくるんですけど、そういう意味で174センチっていう数字については決してこうめちゃめちゃいいハンデを持ってるわけではないと思います、高い人たちに比べると。でもそこでこのパフォーマンス深みを出せるっていうのがやっぱベッキョン氏のポイントかなっていうところ。ダンスの説得力とかもそうなんですけど、やっぱ骨格がいいからこそこうやって見た時の情報がすごくスパーンと綺麗に入ってくる、あーいいダンスだなって素直に思えるところが、こういうフィジカル的なポイントにもなってくるので、あとねその手開いた時の手の置き方もうまかったりとかしていて、非常に恵まれた骨格の持ち主だなっていうふうにも思いますね。という感じで、ね、最後の方を見ていきましょう。ここもねちなみに結構ビビったポイント、ドンダンドンっていうアクセントなんですけど、こんなに早くアクセント取れるっていうぐらいのところ、ブンバンバン肩で行くんですけど、ブンって一瞬でここ戻ってくるんですな。このねスピード感も結構ぶったまげでした。気がつかなかった、こんなに早く動いてるとは。
このブンやったとも、ここのうなずきはゆっくりなんですよ。ブン、この質感のポイントですね。むっちゃ早く体を動かすところと、すごくゆっくり顔を動かすところとっていう風に、使い分け方が本当に上手。という感じでね、見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや、本当にね、むちゃくちゃ器用な方です。本当に。びっくりした。で、そのダンスの経験も昔からあったわけではないというところに関わらず、このダンスのスキルですから、多分その、なんでしょうね、吸収が早いんでしょうね。おそらくですけど、踊るってなった時の吸収力の高さと、それを実際にこうアウトプットした時の再現度の高さみたいなところもあるので、で、体の使い方とか含めてすごくセンスがある。うん。歌い方とかも見ていてすごく、なんでしょうね、歌ってる時のそのパフォーマンスの仕方にもセンスが見られていて、歌うのもただあーって歌うだけじゃなくて、その踊りとやっぱ一緒で体を使いながら表現するのでっていう、あの見せ方とやっぱダンスって比例するのかなっていうのもすごくね感じましたね。超器用なタイプだと思う。ここまで何でも踊れてしまう感じの人ってなかなかいないし、でそこに対してやっぱ歌がメインで出てきてしまう。これだけ踊れてても歌がメインで出てこれてきてしまうほど歌のレベルがむちゃくちゃ高いというところも本当にやっぱポイントだなっていうところです。あの、カイ君とかね、セフン殿にどうしてもこう目が行きがちなんですけれども、やっぱこうやってね、チラッと隣を見たときに、ベッキョン氏のこのダンス、むちゃくちゃうまいやんっていうところの、僕の中での一個のね、発見になりました。もうリクエストくださった方ありがとうございました。はい、という感じで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。リクエストが質問がありましたら、下の方からお願いします。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。